織田信長は本能寺で明智光秀に命を救われた。だが本能寺の変の混乱に乗じ、天下を狙って諸大名が旗を挙げる。こうした中、徳川家康もついに動く。反信長同盟の名士となり、自ら天下取りに乗り出したのだ。織田信長と反信長同盟、両軍は小牧の地で対峙、決戦の日を迎えた。過酷な戦、生きようぞ。外伝、信長天下統一戦。それが信長の望みゆえ。を目指し進軍せよ。信忠は清須の守備につく。してまいる。明智光秀、信長は海の精を背負い戦う。今天より信長を見出し、犬は何を思う。本陣に敵か。至急救援を。敵将、信長が召した。お見事、さすがでございますよ。バカめ、むざむざとやられに来たか。御殿、乱世と共に吹き飛ばしてくれるわ。同盟の衆、家康を捕らえよ。生かしたままに。天下はいずれわしのものになる。まずは天下に最も近い貴様を潰す。いざ戦わん。そい。まあ、だがそれは信長様の考えで。あの男がここにいたならば望んだである。そうか、けどアリス、普通にアリス。どけどけ、前田健様の大通りだ。まさに天の助け。なんだいなんだい、今回がないね。このまま本陣を一番しろうかね。あの悪の人を見受けいたしてまいる。信長が召した。ありまするな。信長が召した。お見事、さすがでございますな。遅かったな。だが我らの軍略は今始まったに過ぎん。今だ友よ、力を信長に示せ。本陣と清洲城、
あんたで一番いい花咲かそうぜ。真田幸村、戦場にまかり通る。それは信長くん、楽しませてる。こんな清洲城はいただくぞ。第6戦をして信長が修羅とする。敵将信長が召した。この自らもったいなき死にはいい戦だった。またな。そろそろこの間に織田本陣へと突撃を開始するぞ。敵将信長が召した。お見事。さすがのやつら。さあ我ら明智家臣、今の本心に従い、天下のためこれより我が国に援軍を出す。光秀の思い、に受け取った。我らの戦力は許さない。自分は変わらない。信長様は全然変わってねえよ。あら、分かりやすく言ったんさ。我々の人を見受け出す。取ってみよう。我が息、これ新たなり参るぞ。やりませんな。背負いし重みに耐えられぬ。ゆえに信長は己が志し、ここに葬ろう。
だこの程度ではないぞ。信長が召した。その自ら、もったいなき茂雄。私には生きて貫くべきものがある。キャー援軍を何のこれしき。戦わん。いざ戦わん。第6点の下、信長が姿を見せた。信長が見せた。お見事、さすがでございますな。私に負けたら悔い改めてくれない。カレツミ、無理な義に足る器を信長に見せる。まだだまだだ。陣を撃つしかなされ。
敵本陣参るぞ。第6点の勝利、信長が修羅と戦。徳川家康、三河武士の意地を見せん。信長殿、老人や武家の走りはあまり見てうかよ。諦めるわけにはいかんのだ。キラン、我が手は光秀の姓を背負う。これ以上の重荷は無用。家康、再び三河を治め、信長の天下を支える。これが信長の生き様だ。ムカつく。